このフラフはルーク・スカイウォーカーと高知城と播磨屋橋をコラボさせて描きました。線の強弱をつけて迫力ある感じに仕上がっていると思います。このフラフを見て、スター・ウォーズの魅力や高知の魅力をたくさん感じてもらえたらと思っています。ぜひ高知に遊びに来て、そしてまたスター・ウォーズに興味を持っていただけたらと思います。